決勝いくぞ。ベストボディの地方大会は4回ですね。今年5回目です。去年が一番よくって、横浜大会出てベスト10入って、その前は予選敗退ですかね。去年が一番良かったですね。だんだん上がってきてますね、はい、今回準優勝で、はい、まあ、今回まあ初出場なんで、まあ、自分が今の立ち位置がどこなのかを知りたいとは思っていて、まあ、できたら決勝までちょっと残りたいなと思ってますね。仕上がりはまだ 50% ぐらいですかね。ここからまあ食事制限と、まあ、トレーニングと有酸素とをやって、あと 5、6 キロですかねを落としていく感じになります。今回は、まあ、強みとしては、まあ、肩が、まあ、ちょっと、まあ、自分としては強みなんで、肩を、まあ、強調できるように胸と腹筋、正面から見た時のインパクトを一番最初に残せたらいいなと思って、まあ、前面ですね、前面をちょっと強化してます。気をつけていることは、まあ、睡眠と食事になります。睡眠は、まあ、6時間以上はしっかり寝て、食事はもう徹底して、今の場合は脂質制限、脂質を取らないように大会まで徹底していきたいと思ってます。トレーニングは、週5回トレーニングして、まあ、週2回は休むように、まあ、心がけてます。あんまりこう毎日はやらずに、ちゃんと休養を取るようにはしてます。そうですね、一応ベストボディあんまり足は評価にならないんですけど、一応足トレもしっかりやって、まあ、ホルモンをしっかり出して、まあ、筋の成長を促そうと。今回気を使っているところは、結構有酸素を、まあ、多めにちょっと取り入れようかなと思っていて、まあ、朝30分ですね、まあ、ウォーキングして、で有酸素入れて、でトレーニングの後に時間があればまた30分ウォーキングしてという感じで取り入れていってます、今回は。ウォーキングは、脂肪を燃やすために取り入れてますね。そうですね、筋トレの方は、秋田の時は重さはあまりこだわってなかったんですけど、今回日本大会に向けては重さ、重量も、しっかりこだわって、ちょっと重い重さを扱って、まあ、今回調整していこうかなと思ってます。そうですね、今回、まあ、腹筋を結構ちょっと秋田の時から種目を全部変えて、ちょっと腹筋ローラー、あのコロコロ転がすやつとかを結構多めに取り入れてるんで、まあ、それがどう、まあ、日本大会で結果が出るか、それちょっと自分自身もちょっと楽しみなところであります。今回の抱負は、まあ、初めての出場なんで、まあ、自分の立ち位置を知りたいと思っているので、一応決勝まで10名まで残りたいと思ってます。過去、最初に出たのが2015年から、大会に出始めて、全部で、まあ、7、8回ぐらいですかね。で2014年に出て最初結果惨敗 で翌年の2015年に、で札幌大会 で初めて優勝して、その翌年は、ちょっと大会には参加せずに、でその後また札幌大会に出て準優勝、去年札幌大会また出たんですけど4位で、今年秋田大会で優勝して、で今回日本大会っていう形になります。まあ、3度目っていうことなんで、まあ、できれば今まで予選突破してないんで、決勝参加者の中で10名いけるんですけど、まあ、ファイナリストに残れればなと、まあ、思ってます。まあ、以前の日本大会出た時に、まあ、別の参加者の人と比べた時に、まあ、やっぱり全体的なボリュームアップと、あとは僕の場合やっぱ肩とか腕のあたりがやっぱり筋力不足かなっていうのを感じてるので、まあ、そこに対しての強化と大会でのそのポージングっていうのがあるんですけど、まあ、そこでの表現力、まあ、あと特にバックポーズってあるんですけど、まあ、そういったところをまあ改善していけたらなと思ってます。強みは、まあ、強いて言うなら、まあ、腹筋、お腹周りかなっていうのはありますね。やっぱり食事、運動、休息、まあ、そこが3つ大事になってくるので、まあ、どうしても自分の性格上詰め込んでしまう部分があるんで、まあ、うまく休息も取りながら、まあ、僕の場合大体週5から6はトレーニングをして、まあ、1日、まあ、2日、まあ、あの休息に当てられたら、で、まあ、食事に関しては炭水化物の、まあ、摂取量を、まあ、調整しながら、まあ、タンパク質を取る形で、なるべく油物だったり、まあ、その油のところを制限しながら、まあ、基本的にやっぱり僕の場合そういった、まあ、ジャンクフードとか、まあ、甘いものとか、まあ、そういったもの本当は好きなんですけど、そこを気をつけながら、まあ、あの食事なりをとってます。
まあ、自分の弱みの、まあ、腕だったりとか肩周りを、まあ、中心に、まあ、トレーニングしていくんですけど、まあ、ただ単純に重さばっかり上げるっていうよりはしっかり自分に合った重量をいかに狙った部位に対して負荷を、まあ、かけながらで、やっぱり正しいフォーム、うん、正しい負荷をかけてやれば、まあ、怪我だったりとかそういったことも防げるので無理なく追い込んでいくとどうしても負荷がかかってしまうんで怪我なく取り組んでますね。まあ、出る以上はやっぱ皆さんも応援してくださってるんで今までの自分の結果、まあ、結果が全てじゃないんですけど超えられるように一つの自分の目標としては、まあ、ファイナリストに行けるようにちょっと取り組んでいきたいなと思います。チームネクスターで決勝いくぞ。